お返しにあんたも首を切ってやるわよ。そう、あんた、あんたなのね。あの方が生きてたのはあんたなのね。かわいそうに。あんたみたいな半端者じゃ、それだけの傷すぐには再生できないだろうし、鬼同士の殺し合いなんて時間の無駄だし。何この圧迫、威圧感、急に変わった。また蹴り、次は首よ。